向こうに土の壁が見えた。低いところに四角い窓が開いている。先を行く利休が頭を下げ腰をかがめそこを通った。窓ではなくくぐり口であった。続いてくぐった家康は腰を伸ばしてはっと胸をつかれた。目の前の路地の一目一掃までもが利休の手で磨かれたように清らかで、木漏れ日に光るシダでさえ利休に命じられて風にそよいでいる気がした。この路地はまさにのどかさの桃源郷であろう。こけらを拭いた茶室の落ち着いた風情が軽快にこわばっていた家康の心をゆるゆるとほぐし始めた。つくばいで手を洗い口をすすいだ。清浄な水があまりに気持ちよいので希釈の水で顔を洗った。生きることの一大事は日々すがすがしい朝を迎えることか。冷たい水が神気を凛と引き締めた。暇の一時は戒めでも憧れの境地でもなく、のどかさを手に入れんとする強い決意なのかもしれない。